はい、こちらですね、山形県の、まあ、ランドマークとなってます文章館でございますよね。この文章館っていうのは昔の県庁で、このなんだ明治の香りが漂うというか、ね、すごい立派なあの歴史のある建物なんですけども、ほんでなんでここに来たかっていうと、その文章館を紹介したわけじゃなかったんですよ。まあ文章館も紹介したらいいんだけど別にここにあのカフェがあって、旬なものやっぱ食べると元気になるから、ほんま食べようと思って早速カフェの方行ってみようと思います。どうもこんにちは、そらしの水口です。今回本坊さんがやってきたこちらの文章館、建物の中もレトロで素敵な雰囲気でいっぱいです。すごないですか、このかっこいい半沢が直樹が降りてくるんだよね。借金倍返しだ、利息高すぎやろ。なんか関西の南で居酒屋に入るときに大体こうやって黒田さんいないかなみたいな、デイさんいないかなっつってから入ってたんですけど、あでもお客さんいらっしゃいますね。あか、何かな、あっ、あの老人の方に優しいように、手が大きい人入んないからだと思う。あ、いらっしゃいませ。お邪魔します。撮影させてもらう。こちらの山形フルーツカフェフォンミフルさんは、旬の果物が味わえる最近オープンしたばかりの話題の人気店なんですよ。おやおや、本坊さん、店員さんが可愛いからって勧められるがままにたくさん注文したんじゃないでしょうね。お仕置きだべ。え、そう、いいですか、これマンゴー、お、これも桃ですか。そうです。桃ってこんな黄色いんだ。で、これがデラウェア。いただきます。マンゴーみたいな黄色、いただきます。甘い。食感がちょっと結構しっかり出てジューシーで、ブーティーで、突き出し的なフルーツの後はお待ちかねメインのスイーツが登場。桃ラテ。桃のコンポートに濃厚ミルクをたっぷり注いだ贅沢フルーツラテです。さてお味は。うん、めっちゃうまいかも。ジャムうまいね。これ女の人好きじゃない。ものすごいクリーミー、濃いミルクの香りがしてジャムと一緒に。そして話題のスイーツがこちら、桃のクロッフル。クロワッサンの生地をワッフル状に焼き、桃をふんだんに添えたちょっと変わった食感のスイーツです。おしゃれだな。桃と一緒に食べようかな。結構パリパリ。いただきます。このクロッフルの歯ごたえは初めてだな。なんかワッフルとも違う、クロワッサンとも違う。外はパリパリなんだけど中もちもち、うまいですよ。ちょっと蜂蜜も入ってんのかな。ちゃんと入ってない、蜂蜜入ってんのかなって思うぐらい甘みがある。他にもこんなたくさんのスイーツを堪能しました。食べ過ぎやろ。さらにこちらのカフェでは旬の果物を手頃な値段でお買い求めできますよ。桃1個100円、いやほんまに安い。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お値段はあの吉本につけていただきます。美味しかったですね。ありがとうございます。すみません、お騒がせしまして。